こ皆さんはね、子育てや自分の進路相談、こんなことについてどんな思いがあるでしょうかね。えー、今回はですね、東洋経済さんのニュースをもとに、まあ、ブログを一つ紹介したいと思います。そちらのブログは、動画概要欄に貼ってますけどもあの、このね、ブログから私感じるのはあの、不登校ゼロ。これはね、確かに立派なことなんですよ。通いたい学校に作り上げる。これは 教育者のやっぱりこう憧れであり使命だとも,思うんですよ、ね、でもなかなか学校がいろんな理由でなじめない集団生活がどうも苦手だと学校に行っても自分の居場所がない評価されないいじめられるもしくは浮いちゃうっていうかねよくほら英語の発音が正確だとバカにされちゃったりしますよねそういう感じで学校ってのは集団生活つまり個性的な人物ではなくって代わりの聞く人材を量産するような、まあ、そういう風なね 就職予備軍こういった形でまだ基本的には作られてるっていうのは否定できないんですよね。そもそも学校の教育制度っていうのは軍隊に入ることをまあ黙算してですね、まあ、みんなと同じようにやっていこうよ協調性保っていこうよ個性よりもみんなを優先していこうみたいなねそんな教育でずっときたんですよ。それが今でも続いてるってことこになりますですんでちょっと変わったことをすると変わり者つまはじき。 いいじめらられ、れわゆるるるって状態が起きるんですよねで私ね親がどんな学校を知っているかによって子供にどんな学校を進めるかっていうふうな私の場合は1歳からインターナショナルスクールといって従来の量産型小学校中学校を目指すんじゃなくて一人のためにどんな世界を教育者や親が作ってあげれるかなっていうふうなね 一人一人に特化した少人数スクールちょっと高いですけどねそういったところに預けることにしましたそして私も教育にガリガリと参加してます私は子供をこういうふうに育てたいからだから頼むよ保育士さんっていう感じですよねこちらの方で教育方針をオーダーしてその注文に応じて学校が教育機関が親の代わりに子供を育てるという形です、まあ、ですんでね1歳と言えどもただ親の 自由な時間を作るために預けておくだけっていう気持ちはありませんし、小学生、中学生になっても、やっぱりね、親の代わりに教育機関があるっていう風うな考え方は変わらないんですよ。ですんで、私は教員ですとか、担当の保育士さんには、結構細かい注文をつけてるつもりなんですよね。<laughs> まあ、口うるさい保護者かもしれませんけども、でもやっぱりね、最大の教育者は親ですからね、一生責任持たないといけない。 学校っていうのは数年経ったらやっぱり他人に戻りますんでそういう意味で言うと親の教育教育力それがねかなり子供に重くのしかかってくるんじゃないかなと思いますちょっと難しい話になりましたね具体的に言うとね私ね何のために進学するのかって考えた時により有利な進学先もしくはより有利な就職先より有利な稼ぎ社会的地位 自分の権力影響力こういったもののために教育界に入れると思うんですよでもそれは私の育ってきた昭和のモデルじゃないかなと思うんですよね極端な話ですよ親が莫大な資産家だったら子供学校に行かなくても余ぎんじゃないかなと思うんですよだって稼がなくていいわけですからね稼がなくていいのに稼ぐ勉強就職する勉強を学校に持っていく必要ないのかなと思っちゃうんですよももちろんうままくいいかないこともありますんで 就職を選ぶっていう、ね、選択肢も残しながらですけどね。でも今私は YouTube をはじめインターネット情報発信によって生きを立つとい身ですからぜひねうちの子供にもこの形を少なくとも選択肢に入れておいてもらいたいと思いますしそして片っぽでは投資 FX こちらのスキルも私はありますんで FX を10歳ぐらいまでマスターしてお金の問題で就職するぐらいなら FX でお金の問題は解決するようなそんなね、10代に仕上げようと思いますねそうなった時にお金の心配がない時に本当にやりたい仕事をするために時給とか待遇ではなくって本当に自分がやってみたい貢献したい仕事に何の上司からの圧力もなくね給料で脅されることもなく出世競争にさらされることもなく自分の力で自分を選択できるようなそんな人生を構築して見つけて もらえるんじゃなないかなとちょっとね期待してるんですよもちろんうまくいくかどうか分かりませんけども、まあ、私はその自分の子供が生まれる前から自分のようになってほしいなと思ってますね。そして自分を超えてほしいと思ってます。文武、えー、私はねやっぱ親の立場としては武術も私の手から教えようと思いますしそれから教育もできる限り親の見識で教えていこうかと思います。もちろん 質疑や礼儀ももそそううでですす。よね。文化的側面もそうです親が直接教えることがやっぱ一番の責任かなと思いますでそして自分よりもスキルの高い教育者を見つけたときに精神的にもスキル的にもその人を雇って子供に専任させるっていう形を私は取らしていきたいかなと思うんですよねもちろんお金がかかることなんでみんながこれできると思わないんですよただ私の家庭は時間とお金にはいくらか余裕があるように なってきましたんでじゃあその全てをね人材育成に我が子にぶち込んでいきたいなと将来どっかの会社に就職したいなと思う時でもじゃあ父さんの会社に就職しろよと言えるようなねそんな入れ物を持って備えておいてあげたいなと思いますしまあ今のうちはね笑われるかもしれませんけどもいろんな妄想を描いてるってことです。 子供がその親の用意した選択肢の中に入るのか、それともそれ以上の選択肢を自分で見つけてくるのか、非常に楽しみだなと思います。時代も変わりますんでね。でも私が小中学生、高校生の頃に思い描いたような、そんな社会は、私が30代40代になった頃は全くありませんでした。同じように、今我が子が一歳、2歳を過ぎた時に、じゃあ10年後、20年後、想像しろと言っても無理な話ですよね。 シンギラリティも起きるかもしれませんしもしかしたら南海トラフで壊滅状態になっているかもしれません日本という国があるかどうか分かりませんまあいろんなことを考えながら全ての選択肢に対応できるように親ができる限りの選択肢を用意しておいてあげたいなと思うばかりですけどね皆さんどのような教育をお教お持ちでしょうかじゃあねブログの方ね是非これね参考になりますんで刺激になると思いますんで是非読んでみてくださいよろしくお願いします